よろしくお願いします。そして、ヒラナースのアミミンこと樋口亜美です。よろしくお願いします。ボーナス出ないからね、アミミンは。ね、もう早く出世したいです。頑張れ、はい、頑張れ、頑張ります。というわけでこの番組は、はい、私とアミミンがまあね、この世にはね、はい、計り知れない大きな力が眠っている。お、私たちの中にも大きな力が眠っているのではないか、はい、ということでね、はいはい、私たちが日々日々、はい、チャレンジしていく番組でございます。そうです。いつからそんな番組になったんだろうね。なんでしょう ね最初はほら中二病のね、皆様を私たちがケアする番組だったはずなんですけど、日に日に私たちがケアされる側になり、本当ですね。そう。そして ねこんなプラモデルなんかを作り始めているわけでございます。これは後々ね。そう。というわけで、早速紹介しますよ。そうですか。こちら、じゃじゃーん。じゃじゃーん。これは何でしょう。ちっちゃいの。じゃじゃーん。お、見えてます、見えてます、見えてますか。見えてるよ。ちゃっちゃらーん。これは何ですか。なんか重い、怪獣にやられた。なんか怪獣にやられた。放送事故が起きました皆さん。これはですね、山にね、前回から作り始めた、うん、アミミンの水車小屋です。おわーい。そう、アミミンはね、今まで100式とか、そう、ガンプラをメインにね、そう作っていたんですが、なんと今回は、うん、和風テイストだね。和風テイストな、プラモデルでもないんですけどね。でもない。こう、ね、科学実験でしょ、これ。これ苗見えますか？見えますか？これ生えてるんですよ、これ。実は本物の苗です。苗っていうか、何？稲ではないんですけど。あれ、お米ができるんじゃないんですか、それは。できないですね、これは。何の？ただの芝ですね。あ、芝か。芝を植えてみました。これ本当は緑がこう、そうそう、茂るはずだったんですけど、まだ出始めでですね、出始めですね、ちょっと白いですね。でもすごい、ちゃんとできてる。そう、前回ですね、うん、ゴーヤを作ってくださいって頼んだんですけど、ゴーヤの種はどころに埋める予定ですか。ゴーヤはですね、多分この辺からこう出てくるはず。本当ここ硬いけど。本当。いや、間を縫ってこう、ゴーヤ強いから大丈夫。これ実は風車小屋っていうか水車小屋なんですけど、そうそう、お水は流れるんですか。いずれ流れるようになります。実はですね、うん、まだ完成されていないので。あれ1ヶ月もあったのに。いや、実はですね、1ヶ月間ちょっと詩吟の練習にね、うん、勤しんでおりまして。勤しんでおりまして、ね、実はここも寂しいけど、なんかなるんでしょ。かやぶき屋根になるはずなんですよね。なるほど。そうで、あ、中見てほしいんですよ。中いいよ。これ中見てほしいですよ。車止まってますけどね、なんか高級車がね。高級車だね。田舎高級車止まってますけどね。まあ、ここはちょっとどいていただいて。どかすんだ。ここをね、ちょっと開くと見えますか。え？あ、行けますか。アップしてあげて。アップのやつ。アップ？ちょっとプロデューサーがいません。自由な番組ですから。じゃあこっちだった。いいよ。ちゃったら、ちゃったら。あれ、開かなくなった。なんか何？何？チャチャラ。え？何それ、気持ち悪い。何それ、何誰？なんかいる。なんかいるっていうね。何？ざっくりと。アミミンはさ、1ヶ月も水車小屋作らないでさ、うん、そんな人を中に入れることに勤しんでいたの。何住まわそうかなっていう。バカだね。実は開くんだけどね。中にいるの、これ。小人さんですか。小人がいる。あ、すごい。稲中卓球部のキャラクターらしいよ。へえ、なんか夢もへったくれもありませんね。そう、でもね、出てこなくなっちゃった。あ、いた。あれ出てこなくなった。あ、いた。じゃーん。アップにしたところでよくわかんないね。そうですね。というわけで、しまっといて。どこへ行きたいんですかね。はい。わかりました。というわけで。はい。私のえ、これだけはこんな感じ。意外と難しかったんですよ、これが。そうなんだ。なんか昔のプラモデルっていうか、うん、なんていう設計があれなんで、平成ガンプラ世代の私としてはパチンパチンってくっつくと思っていた。え、うん、そうが、しかしこれボンドが必要だったっていう。うん、しかも、うん、プラスチック自体が、うん、もう数年の時を経て若干曲がっているっていう事態に
何ちょっと待って何昭和生まれをバカにしてるの。あ、違う違う、そんなことない。どういうこと？何数年の隔たりってこの人がよくわかんないんですけど、この人数年間売れ残ってたってこと？お店に売れ残ってはないんじゃないですか、うん、入手してるから、数年前保存されてるか分かんないけど、数年前に製造されたもの、製造されたものだから多分、うん、今は製造されてないやつらしいんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。 これレアなんだね。そうみたいです。あ、そうなんだ。なんかね、保存状況か分かりませんけど若干プラスチックが曲がっており、うん、補強しながらの接着になっておりまして、輪ゴムをかけ、なんか洗濯バサミをつけ、洗濯バサミ、そうですよ、接着するのに曲がっちゃったままくっついちゃうから、はい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 、一生懸命頑張って、こう襖が最初開かなかったですからね。あ、でも開くようになったんだ。開くようになったんですよ。すごいじゃん、それは偉い。頑張った。へー、ね、これからどうなるんですか。これからこの後1ヶ月まだ続けるんでしょ。続けますよ、もちろん、うん、どういう風な、これは緑にまず生え変わりますね芝生がね、ま、芝生がね、うん、稲のようにこう若々とね、若々として生えてくるわけですよ、うん、そしてここから水がこうたらーっと流れ、風車が回る、あ、風車じゃないや、水車が回る、うん、回る、そしても、うん、餅をつく、餅をつく、ね、その中で杵みたいなのがありますからあ、水車が回ると中で餅つくの、餅みたいなのつけるんですよ杵と臼みたいな感じになってますよ。本当に、そう、会場にいる人には分かる後で見せてあげる。あ、そうなんですか。本当なんだ、本当らしい。本当なんだ。え、昔の家は、え、何、水車が回ると餅の中でつけるようになってた。そう、つける、そう、だから餅とか、そう、これあれですよ、 稲とかの小麦を小麦粉にするのに、すりつぶすのに使ったりとかするやつだから、正月ぐらいにはお餅が食べられるお餅を押しますね。あ、そう、なるほどね。1ヶ月経って、あ、すごいすごい、そうそうそう、お餅が食べられるんで、じゃあ、あの、もち米も用意しといて、そうそうそう、でここに入れてやってみようよ、ね、次回やりましょう。本当だよ、本当やりますか、うん、もち米4粒ぐらいここに入れて、やってみて、もちができるかできるかどうかね、うん、やりましょう。よしぜひ次回検証ですね。そうです ね、やるしかないですね。わかりました。実験を、ね、お疲れ様でした。ありがとうございました。今後とも引き続き、引き続き頑張ってください。はい、こういうのでさ、はい、ごまかそうとしたでしょ、なんとなくできてますみたいなバレたそう、バレバレですよ。いろいろいるんですよ、ここに。はい、じゃあね、わい、今回はね、今回はね、うん、聞いてる、はい、今回はね、はい、私ね、はい、私も今まで金継ぐガンダムを、ね、そうですね、直江金継ぐガンダムっていうちっちゃいこんなガンダムを作りました。うん、小学校、まあ、1年生2年生から作れるよっていう簡単なやつ。そう、アミミンのでっかいのを見てて、なんだっけ、あれ HG ハイグレード、ハードグレード、じゃハードグレード違うから、ハイグレード違う、え、何でしたっけ、ハイグレードです、ハイグレードね、ちょっと間違ってるんじゃないかと思っちゃってハードグレード、ハードグレードハイグレード、なんか変な芸人とかみたいになっちゃいますから危ないですから。新しいね、はい、ハイグレードはやっぱり難しいかなと思ったんで、はい、あのちっちゃいやつ、うん、あれなんていうんだっけな、 SG ガンダムだっけ違う違う違う、スモールガンダム、でも確かにスモールだけど、ちょっと後で誰かツイートでお願いします、ね、ツイートお願いします。あれをねチャレンジしたんだけど、やっぱり難しくて1ヶ月じゃできなかったと。確かに、でアミミンにここでたくさん迷惑をかけたから、うん、そうですね、次は、はい、あのほらこれね、この魔の道具が使い切れてなかったんで、はい、そうですよね、裏返して使っちゃうからね、そう、ニッパー、ついついね、ニッパーが使えなかったから、ニッパーを使わないものだったらいいんじゃないかって言って、ね、ワンピースの船を作りましたね。お、ワンピースの船を、ね、作りました、うん、パチンって取れるやつ、ね、パチンって取れるやつ、あれもね対象年齢小学校6年生、うん、違います、いや1年生から OK だったよね、対象年齢3歳以上、うん、3歳以上だっけ、あれも1ヶ月で結局終わらなかったそうですね、シールをどこに貼っていいかわからないって言って、そうですね、コメント来ました、たくさん来てますか、え、コメント、え、 SD です、 SD ですって聞いてますね、 SD ガンダム、 SD ガンダムです、うん、はい、どういう略だろうね、わからないですね、 SD、 スモールデスティニー、わからない、運命の運命の小ささ、うん、英語で書くと中二病との2人は分からない、ね、分からないです ね、 びっくりね、英語に弱いっていうね、でまあね、それでもダメかと、はい、だから今回は、はい、あえて、はい、図体はちっちゃいですけど、はい、図体小さい、そう、
またしても小さい。レベルアップしようかなって。でも小さいけどもこれ、ね、レベルがアップする。これを使うものに、それは私は行ってみようかと。接着剤ですよ。まさか接着剤だけはやめとけってみんなに言われたのに。やめといた方がいいですよ。でも買っちゃった。あ、買っちゃったのか。買っちゃったのか。作るものはこちらです。なんとじゃじゃーん。お、宇宙戦艦ヤマト。ほんと、じゃん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 。大丈夫ですか。しかも3つも、3つも多い。ヤマトと、うん、プレアデスと、プレアデス、あとアンドロメダ。うわー、難しそう。難しそう。でもちっちゃいからこの場でできるんじゃないかと思って、本当に今日ね、人数分ね、患者様が今日いらっしゃってる分買って、うんうんうん、あ、みんなでやって手伝ってもらおうっていうことなんですか。もうこの場でババババババって作って皆さんにお土産を渡そうという、そう、そうっそー、優しい考えをね起こしたんだけど、ちょっとね、まあ3つぐらいにしとこうと思って3人前3人前、ちょっとじゃあ開けてみましょうか。せっかくだからね、ヤマトから。ヤマトからね、これちっちゃいから意外にいけんじゃないかなって。ヤマトは有名ですよ。部品はね、はい、こんなものです。ほら、こんな、こんなのと、これがちょっとね多いから難しそうなんだけど、これと、待って待って、箱が小さいから、うん、そんなに多くないと思う。そう、本当、うん、でこれね、だって3つしか入ってないですよ。3つしか入ってない。そう、ブレー3つ。説明書ここだからね。新しい。斬新。斬新。なんて斬新なのかしら。これなくしたらできないっていうね。本当ですね。箱なくすっていうパターンありますよね。そうそう、ありますからね。本当。これだから私ちょっとね、うん、今日この場で出来上がるんじゃないかっていう。ね、車なんか有効活用されてますけどね。このためにね。ちなみにこれは患者様が、患者様がね。患者様がね、作っていただいた、作ってきて、ね、これすごいよ、見せてくださった、ね、ほら、持ってきてくださった。そんなものプラモデルですね。プラモデルです。プラモデルでございます。これ開くんですか。そうなんです。お、開きますね。開きます。星空見えますよ。わー素敵、うん、なんて素敵な車を有効活用させていただいてるんですね。そう、有効活用していただいて、はい、恐れ入ります。本当ね、失礼いたしました。はい、じゃあね、ちょっとこれ作っていきたいと思うんですけど、あらら、全然有効活用されてない。宇宙戦艦ヤマトはね、はい、見てましたか。リアルタイムは見てないですね。あ、本当。はい、私ね、どっちかっていうとあっちタイプだったんです。あっちタイプって何ですか。あっちタイプのあっちが分からないです。スリーナイン、スリーナイン。あ、どっちの方が先なんだ。銀河鉄道ですね。時代的にはヤマトですかね。ヤマトかな。ヤマトですよね。ヤマトかな。ヤマトは歌を聞くとね、感動しちゃうけどね、はい、そうですね、うん、でも内容はあんまり知らないんだよ、実は。確かに。ただキャプテンハーロックは知ってるよ。今映画が、あ、そう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 、今新しいのね。そうですよ、映画が、映画やってる、ね、え、なになに、なに、患者様が何かね言いたげだわ。何かあって、か、ね、キャプテンハーロックでしょ。あれ、ヤマト、ヤマト関係ない、ね、あ、関係ないんだ。遠い星にいらっしゃる ね、 ね、キャプテンハーロックさんは。違うんだ。ついついね、イケメンの方に、ね、あ、そうですね、目がいってしまう。確かに。でもヤマトもイケメンだよね。ヤマトイケメンなんですか。ヤマト、ヤマトは戦艦の名前ですよね。あ、そうか。おそらくそうですよね。あ、書いてあった。ですよ、ね、宇宙戦艦ヤマト。そうですね、宇宙戦艦のヤマトさんです。あ、なるほどね、はい、主人公さんは、主人公さんは誰さんなんですかね。また知らないですね。は、はい、コロ、コロ、もっと大きい声で、コロスケ、コロスケ、え、コロスケ、コナンくん、コナンくん。ツイッターで、ツイッターでね、誰ですか。あ、こんばんは。何ですか、こんばんは。来てますね。あ、ヤマトも新作アニメやってました。入ってますよ。あ、やってるらしいですね。お、うん、あ、終わったんだ。今年もアニメやってましたよ。終わりました。これ今日寄ったね、ビッグカメラで、はい、予告編が流れてました。へえ、目がキラキラ。え、どういうことですか。少女漫画的な感じ。本当に本当に本当に。へえ、アミちゃんが好きな、あのほら、あれみたいだよ。プリキュアみたいな。違うよ。違うの。ガンダムのほら好きなバージョンあったじゃん。好きなバージョン、うん、ウィングだ、ウィング、ガンダムウィングとか。違いますよ、シードですよ。シードだっけ。嘘嘘嘘。ウィング好きなのは不調じゃないですか、うん、あ、そうだっけ。そうですよ。自分でしょ。ほんとね、自分のことしか考えてないからね。この1番と2番をくっつけます、はい、お、着々と進んでおりますね。そう、1番と2番外しただけだけどね。お、うん、なるほど。
あれバキって言った。すごい音したよ。聞こえましたか？聞こえた。私の耳には聞こえた。自然の放つ音がバキプラスチックのバキっていう音が。いや大丈夫のはず。ヤマトはそんなものじゃ沈みません。まあ、沈む以前のあ宇宙だからね。そうだね。その通り。無重力だからね。そうですね。沈みませんとね。できた船。完成してる。すごいカヌーみたいになってる。カヌー完成。カヌー完成。ヤマトカヌー。これで川を下ります。はい。あれ川を下る。川を下ります。宇宙を下ってくださいよ。これね、何気に難しいですよ。本当ですか。うん。え、これそれこそあれですよね、ボンドを今ここで接着するっていうことじゃないんですか。はい、はい、どうなんですか。はい、頑張って部長、頑張って。説明書が読めない部長が今ものすごく頭をフル回転して頑張っております。いやそもそもこれはね、いやこれ違う部品だった。違った。これまだこれだって大事なお腹ですもん。そうですよ、お腹の部分です。これは後で。いやちょっとなんで来た。間違えちゃった。まずね1番からね、行きましょうよ。そう、ね、なぜならば B 型は説明書を読むの苦手。違うですもん。だってインスピレーションで1番からカラカラカラと思うじゃん。 今どこ作ったんですか。最後全然最後でもなんでもない。どこ。多分ねこの辺だよ。お腹の部分だから、ね、あ、本当はここでした。似てるもんね。似てるよね。似てるもんね。ここをね。あー、ヤマト嫌になってきちゃったな。早い挫折早い。ヤマトへの大丈夫です。この部品にまだ接着剤いきません、まだいきません。23番をつけます。23番をつける。みんなで23番を探せ。あった。いや、みんなで探せない距離だからね。みんなにね、お手伝いしてもらいたいんですけど。お、お、できましたよ。できましたか。アミンはね、ツイッターを見ますよ、見てください。なんかコメントがね、来てますよ。マジですか。質問が来てますか。いや、このプラモデルに関して15分でできるって言ってますね。えっていう。あ、じゃあ番組内でできるじゃん。しかも女性じゃないですか。ほんと？ね、すごいことを聞いてもいいですか。え、こことここをですね、はい、これ丸ついてて、丸ついてて、つけるって書いてあるんですよ。はい、あのいつものワンピースみたいにパコってはまらない。だから接着剤がいるって。ここで。え、嘘なんじゃないんですか。各部品を接着します。ほらえー嘘。そう、こっから。ここですよ。ですよ。もう無理ですよ。15分じゃ無理でしょ。初めての接着剤を使います。これ店員さんにね聞いたの、すごい急いでるから急いでくださいって言ったんだけど、いけるよって。え、危なくない。私とかくっつけないでくださいよ。いいですよ。で、開いてるんですか。それはそもそもオープンはしました。オープンしました。ああ来た来た。危ない。あ、危ない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 。何何何。あ、アミミこの間に。そうよ、そうか、この間にね。今ツイートをしてくださってる方もいらっしゃいますけれども。知らない方もいらっしゃいますか。そう、誰かに持っててほしい。だからね、バイ部長やめてくださいよ。いろんなとこくっつけて帰るのやめてくださいよ、はい、ね、こちらでね今アクセスしていただくと、アミミと部長が見ながらですね、そうツイートを見ながらお答えしながらしていきますからね。していきますんでね。そう、アミミンは実はさっき冒頭で言ってたんですけど、詩吟の大会があったらしくて。そうなんですよ。アミミンから朗報が。そうなんです。なんと、私アミミン詩吟の連吟大会で優勝いたしました。すごいの。本当にね、ちょっと今日はね証拠にね症状があるから、後でね、患者様にね自慢するんだって。自慢するの。でもスタジオにいる人にしか見せないんだよ。お、詐欺だと思われるよ。いや本当はって。本当ですよ。後で写真撮って、ね、そうブログとかに載せてあるんでね。そうこちら公式ホームページですね。そうですね。ここにはね、かわいいアミミの写真がいっぱい載ってますよ。桜不調の写真もいっぱい載っておりますよ。つきました。やった。つきましたね。ついに。
さあ長い道のりだよ。だってなんせこれね、26個つけなきゃいけない、うん、じゃあねそろそろね次のコーナー行きたい。本当、うん、おおでしょ。あらそろそろ次のコーナー行きたいんですよ。私たち夢中になっちゃいましたけど。そうじゃあ今日はねここまで、はい、ここまでねなんとね一刻つけましたっていう、ね、不吉なお知らせが、ね、じゃあうちの平ナースが宣伝してくれますよ、府庁が発売いたしました。こちらですこちらの、肉味噌炒めという、写真集が発売されております、はい、一冊おいくらですか。一冊3500円でございます。大変お買い得とお買い得ですね。そうです、写真生写真が入っておりますのでね、ぜひお買い求めいただきたいと。今ならばこれもついてくるなんかししゃもみたいになってるからやめましょうよ。本当だ、でもなんかできる気がしてきた。本当に、うん、乾くといいね。乾いたの早っ。触ってみて。早っ、瞬間接着剤だ。すごいでしょ。すごい。じゃあ私これヤマトアンドロメダ、はい、ブレアです。1ヶ月の間に作ってきますから。本当に、うん、これ結構種類いっぱいあったからね。よし頑張っていきましょう。全部集めちゃうかな。みんなおめでとう言ってくれてる。ありがとうございます。 ありがとうございます。わーい、いつかね披露してくれる日が、そうですね、訪れるかもしれませんし、ね、ませんね。私にもちょっと教えていただきたい。ぜひぜひ教えてほしい。教えていただきたい。ぜひぜひ。ほーってやる。ほーってね。ほー、樋口、それ宇宙人ですよねそれ宇宙人、それ宇宙人違いますね。はい、OK というわけで、はい、私1ヶ月これにチャレンジしますからね。はい、皆さん応援よろしくお願いいたします、はい、制作過程は中2のツイッターで公開しておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんね応援のツイッターを。そう、一人だとねちょっとねつまんなくなってきちゃうの、だんだん。そうですね、そうだからつぶやきながらみんなの励ましをもらいながら作りますからね。私も頑張ってツイートしてあげますよ、はい、じゃあ封印、はい、封印封印いや帰ったらすぐ開けなさいはい、帰ったらすぐ開けなさい。開けます。はい、では開けるわけねえって誰かが言いました。嘘嘘誰かが言いました。妄想よそれは。妄想ですね。妄想じゃない、妄言よ。妄言、妄言、そう、幻ってやつですね。妄言です。よし、はい、というわけで次のコーナーに行きたいと思います。はい、お次のコーナーは、はい、手にはメスじゃなくてペン。イエーイ。さあ、来ました。このコーナーは、はい、私たちアミミンとさくら府庁の絵心対決のコーナーです。イエーイ。いやー、回数を重ねてきましたからね。本当ですね。前回何書きましたっけ。前回はね、じゃあみんなに当ててもらおう。これなんだ絶対わかんないの。嘘、絶対わかんない。同じのを描いた私の絵はこちら、うん、これはフラミンゴひどい、ひどい言われてる。皆さんの心を癒すフラミンゴです。すごいな、ね、妖精か。これでも動物園にいたらちょっと怖いよね。怖いね、絶対怖いねドキドキしちゃ う, そうだ、ね、これは分かりやすいですね。そうですね、似たようなの描きましたよね。そうこちらシーマン、そうそうそう、人面魚でしょ、ね、人面魚、そうそうそう。ちょっとこっちは乙女、乙女な人面魚。どこが仮面魚。最後は2人ともちょっとよく分かんなかったね。そうですね、これあ、そうそう、ね、雪の結晶、こっち雪、そう、雪の結晶、雲の巣みたいになっちゃったね。うん、そうですね、これは難しかった。難しかった、うん、というわけで ね, 今日も頑張っていきましょう。お題はね全部で3問あるそうなんで、はい、対決ですよ。どちらが画伯か、そう、患者様に、ね、何をもって画伯というのか、はい、わかりませんが、はい、わかりませんが、謎なコーナーなんですけれども、これをねツイート待ってますから、はい、はい、頭に画伯と ね書いてツイートしていただければ、ね、ね、はい、わらわらパチパチ言ってます。わらわらパチパチ、わらわらパチパチ言われてますが、あなたコメントの紹介が雑よ、雑だわよ。あなたわらわらパチパチ言ってますが、言われておりますが、変えないよ。そこは変えない。後でね、はい、優しいさくら市長読みますからね。はい、はい、本当ですか。大丈夫です。そこ疑ってもしょうがないので、うん、コーナーに行きたいと思います。はい、ではお題はこちら。じゃじゃん。ハムスター。よーし。ハムスター。よーい。よーい。スタート。ハムスターは。これは有名なね。有名なねって。これアニメがあるじゃないですか。ありますね。トットコさん。そう、トットコさん。トットコさん。そうですよ。これうちねハムスター飼ってるもん。
本当ですか。そう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 、ハムスターね飼ってるの。何ハムスターですか。ブルーサファイア。へえ、珍しい。あのジャンガリアンハムスターと一緒。あ、一緒なんですか。うん、え、種類が違う。すごいちっちゃいんだけど、ブルーサファイアはブルーサファイア色。へえ。うちのお母さんネーミングセンスないからさ、うん、サファイアちゃんってつけたんだよ。その前はハムスターのハムちゃんだったし。あー、まんまっていうパターンのやつですね。セルリアンブルーの鳥を飼ってる時も2匹いたんだけど、セルちゃんとリアンちゃんだったんだよね。うわー、まんま。まんま。セルちゃんがねお亡くなりになった後、はい、もう一匹私が悲しんでるから同じ色も買ってきたんだけど、はい、名前またセルちゃんだった。なんかさ、なんで蘇ったみたいな感じですか。復活したの。ちょっとね、お母さんなんか錬金術かなんか使ってるんじゃないですか。怖い怖い。透過交換だからね。やってるんじゃないですか。私の蘇らせて、何と交換に。 IQ とだな、ね、OK、 よし、できました。これはちょっと自信あるぞ。あっ、って見られた。あ、よし、じゃあ一斉のせでいきましょう。私縦だな。一斉のせ、じゃんじゃん。おお、かわいい。ちょっと待って、不調。不調。不調。怖い。なんか線が細いよ。ちょっと細くなっちゃった。なになに、ハムスターだよ。豚じゃない。豚じゃないよ、ハムスターだよ。怖い。口かわいとしてみました。あ、これはセルちゃんですか。そうそうそう、サファイアちゃんです。あ、これサファイアちゃん。これサファイアちゃん。足がちょっと、足を思い出せなくて、ちょっと あれ足よ、こういう感じか。リアルなやつを想像するとこんな感じか。そうそうそう、眉毛じゃないよこれ、耳だからね。あ、ま、耳なんですかこれ、うん、眉毛っぽい。眉毛っぽい。会場から眉毛っぽい。これずるい。お、あ、耳うまいって言われてる。そう、だってこれ、ありがとうございます。モロじゃん。とっとこさんじゃないですか。そうそうそう、だから有名なのあるって言ったじゃないですか。うん、それを思って書いたんだけど、ね、いや絶対無理でしょ。全然違うよ。無理でしょ。無理でしょ。無理でしょ。思って描いた絵じゃないもの。おかしいな。はい、というわけでね、次行きましょうか。わかりました、はい、納得できませんが、はい、次行きましょうか。次行きましょう、はい、どんどん行きましょう、うん、次のお題こちら。なんだ、お、これじゃん。間違っ、これ、お、これ見ながら、これ見ながら描いたら完璧じゃん。戦艦です。では用意、貫入しまくり。あ、戦艦ね。本当に見てないよ、見てないよ。戦艦。戦艦か。ちょっとさ、宇宙戦艦ヤマトはちょっとなんか、なんか違う戦艦ですよね、きっとね。あ、なんかすごい痛いツッコミ来てるよ。コックピット。見ても見かけるかどうかわからない。コックピットですか。え、戦艦って何？戦艦って何？戦艦って 海に潜るもの？もそうだ。もともとは海に潜るもの、うん、戦艦。潜水艦だ。あれ、あ、それ間違えたじゃん。それ潜水艦だって。あ、じゃあ間違えたかも。え、タイヤはありましたっけ。え、戦艦、船だ。あ、船か。船だって。あれ、船なの。なんかね、やばい。あれ、食べ物もしか見えなくなってきた。あれ、戦艦って何。戦艦って何。宇宙。え、戦艦、宇宙行かない戦艦。船が、あ、飛ぶやつじゃない。飛ばない。あれ、違うよ。飛ばないの。それこそあれだよ、ヤマトっていう戦艦ありましたね。映画やった、ね、あっちだ。 あっちだ。間違えた。あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃった。なんか違った。絶対違う。幼稚園児の絵みたいになっちゃいましたね。これ何をするかわからない感じになりましたけど、ルーブルに行けないな。これはね、じゃあ、なんでルーブルが出てきたのかすみませんが、はい、ダーン、ダーン、ザザザザザザザ。なんかね、戦艦は、あ、こっちか。何戦艦かわかんない。これ UFO だね。なんかわかんないもんできちゃった。なんだろうこれ。ご飯のお茶碗にも見える。でもね、素晴らしいってコメントは私に来てるよ。本当に？アミミンさん素晴らしいって来てるよ。アミミンさん素晴らしい。本当？これ戦艦じゃないよね絶対。これあれ、お茶碗に入った豆ご飯に見えてきた。見えてきた、見えてきた。ね、こっちの方が近いね今回は。確かに。何が戦艦、正しい戦艦の絵はあるんでしょうか今日は。上に乗ってる人がいるけど、戦艦の絵はあるんですか。正解はあるんですか。正解はやっぱこれですよね。これが正解なんですか。
これとか本当にこっちは近い、まあ、何が戦艦、宇宙戦艦ですからね。あ、これが戦艦、こっちの方が近い。あ、それはロケットに近いですね。そうなんですか、うん、なんかよくわかんないですよ。いや、戦艦は難しい難しい、うん、やっぱり ね、 そういう歴史あるものを書くにはね、まだまだ歴史歴史深いでしょ。そうですね、機械的なやつ苦手なんですよね私も不調もね歴史はスルーなんだね。スルーです。宇宙船って書いてある。どっちも潜水艦みたいって来てます。あ、確かに、うん、そうですね。速報、戦艦にタイヤをつける不調速報を流れましたね。タイヤついてる。いや、確かに。あ、ついてるっぽい。1個書いてみんながえって言ったからやめた。書き損じがちょんちょんって書いてる。難しいな。でもね、人立ってるからまだ外に出ていいんですか、戦艦って。海の上だ。大丈夫。海の上だもん。海の上なんだ。船の艦だもん。あ、戦艦か。え、戦う艦じゃないの。違う、え、船。え、船、そうですよね、戦う船ですよ。え、ふ、あ、逆だ。違う、戦う船だ。そう、船の艦って言った。違う、ね、みんな こんな大人になっちゃダメだぞ。よーし、はい、というわけで、もう一問ありますか。もう一問ありますね。いけそうですかね。最後ですね。最後いきましょうか。これで、じゃあこれで結果を出さないと。本当ですね。没落貴族になります。何貴族ですって。没落私たち貴族を目指していたはず。おお、は、貴族にふさわしいミロのヴィーナス。ではいきます。よーどんどん。ミロのヴィーナス。ミロのヴィーナス絵ですよね、きっと。あれ違う、銅像だよ。え、嘘。彫刻。え、ミロのヴィーナス。待って待って、分かんなくなっちゃった。え、ミロのヴィーナス絵じゃないんですか。絵画で有名なのありません。ヴィーナスの誕生。あ、ヴィーナスの。でもあれヴィーナス、あ、知らないけど、あーとか言って分かんない。きっとね、こういう感じだ。これこそルーブル美術館とかにあるやつでしょ、きっとね。そうですよ、きっと。近づいてきたぞ、未来はそこにある。よし、ヴィーナス。なんか腕がないやつですかね。お、正解。あ、そっか、腕なかったか。腕ないやつかな。こういうなんか、こういうこういうあの模型みたいなやつだね。違う、理科室にあるようなやつ。わかんない。そんな、あれ、あの絵を描くところにあるやつ。絵を描くところにあるやつ。美術室とかに置いてありそうな。あったかもしれない。本当？うちの学校にはあった。本当にミロのヴィーナスある学校って相当相当お嬢様ですね。違ったかな。というわけで、ミロのヴィーナス、はい、せーの、じゃん。見えた？どう？あ、待って、ミロのヴィーナス男？女だよ。ヴィーナスだもん。え、髪短くない。え、そんなものだったかしら。髪の毛あったっけ。え、あったっけ。なんて、あれ、ミロのヴィーナス髪の毛あったっけ。あれ、なかったですっけ。あ、黒、あれ、髪アップ、ないイメージ、アップにしてる。あ、だからだ、アップにしてるかもしれない。で、これほら体だよ。私のちっちゃいな、毛がちっちゃい。あーはん。それ何、どう、なんか腰に巻いてるイメージ。あ、でもどう、あれ見た、あの蛇の人、メデューサ。メデューサ、うん、メデューサ。これこっちの方が近いの。うそうそうそ、体のラインちゃんとありますよ。お尻も描いた。これあれですよね、下手くそな方が、あ、画伯なんですよね。下手くそな方が画伯わかんないよ。あれ、そうなんですか。というわけで、はい、今までの3つを評価していただいて、潜水艦、そして最初はハムスターですね。違う、戦艦。戦艦はい、というわけでね、ハムスターね。そう、この3つをね、評価していただいて、まあ、番組の最後にね、発表できたら発表しますし、発表できたら発表しますね。まだちょっと検討してますっていう人がいらっしゃいましたら、ツイートで発表しますから、ね、はい、ね、一票を投じていただきたい。はい、はい、こちらが画伯かどうかよろしくお願いします。お願いします。というわけで、手にはメスではなくペンのコーナーでした。だぐるっと間違えました。オッケー、はい。
おー、というわけでじゃんじゃん、というわけで、はい、いや、ここまで頑張ってね、はい、頑張ってまいりましたが、ここからは緩やかなコーナーになりますよ。そうですね、はい、せーの、中二散歩。アニさんとね、はい、こうタイトルコールがあったことがない。せーのって言ってようやくあった。今もうね、あってなかったね、ちょっと微妙でしたけどね。中二散歩、そう、このコーナーはですね、それぞれ担当がね、今日はアニメさんの回、さくら師匠の回って今まで分けてお散歩に行ってたんですけど、今回は2人でお散歩に行ってきましたので、はい、その映像をぜひぜひとくとご覧くださいませ。どうぞどうぞ。元気ですか？秋といえばキノコ狩り、リンゴ狩り、松茸狩り、キノコ狩り、雑草狩り。雑草って何ですか？何ですか ね、まあ、ね、そういうわけで秋は味覚がたっぷりなんですよ。そうなんですよ。だから今回は初めてアミミとさくら不調で2人でお散歩することにしました。イエーイ。秋だからやっぱりいろいろ対決したいなと思ったんだよね。なるほど、スポーツの秋的な感じですね。そうですよ、まさに運動会ね、秋やってるじゃないですか。そうですね。だからあみみんとさくら不調でお出かけしてスポーツテストをやろうと思いました。思いました。というわけで材料はこちら。じゃもう材料の説明に入っちゃいましたよ。はい、こちらさくら不調の本日作る材料でございます。何を作るんですかね、これは。はい、卵4個、卵4個、豚肉少々。本当になんとかクッキングみたいですね。ゴーヤ大きめ1本ネギ折りたたまれております。豆腐1丁。さあ、あとがこれですね、調味料、ね、白だし1本。1本1本1本も何に使うんでしょうね。これだけですか？そうですよ、調味料これだけですか？調味料白だしだけです。すごいですね。これでさくら不調はゴーヤチャンプルを作ります。ゴーヤチャンプル白だしいけますか？いきます。いきますか。はい。さくら不調の故郷にあるね、ゴーヤチャンプル今日は作りたいと思います。なるほど。東京出身のさくら不調はね、沖縄のゴーヤを使ってる。そうよ。はい。そして、というわけで、私はですね、行き当たりばったりな料理を作りたいと思います。おー、どんな料理だ？アミはね、いつもね、ブログとかツイッターでちょいちょい料理してるからね。あげてますね。そう、あげてるの、うん。だからね、今日は行き当たりばったりで、さっき買い物行ってきて、何作ろうか、まだ決めてません。これはこれで何かができるはず。はい、はい、ざっくりと鶏肉、ごぼう、人参、生姜、秋だからね、キノコ持ってきた。これ何のキノコ？これ知れちゃったんでしょ、何のキノコか。しめじくんです。お、覚えてる。これ木の棒でしょ？これ木の棒です。これと一緒です。のすりこぎ1本です。これ拾ってきたんでしょ？そう、拾ってきた、ちょっと公園でね。汚い、なんか汚い。汚いじゃない、汚いじゃない。汚くない。新鮮な野菜ですからね。こちらは？こちらは、ハーブ入りの塩とお砂糖です。お砂糖です。これ何が出来上がるんでしょうね。ね、楽しみですね。楽しみですね。はい、というわけで、うん、制限時間は本日10分になります。はい、10分でさくら師匠とあみみんが料理対決を行いたいと思います。では、いきますよ。いきますか。よーい、はい、スタート。ゴーヤ中赤い、綺麗、熟れてる方が美味しいんだよ。これはね、あのクリップでしたっけ。あ、やばい、スプーン忘れた。スプーンでゴーヤは中身を取っていきます。ガリガリガリとね、もうこうね、斬新でいいんですよ。こう斬新に斬新ね、こうこういう感じね、取っていきますよ。今ね、汚いとか、アミミうるさいな。でも私家にフライパン一つで作れる、う
ったんですか何か。でもね、フランス料理、イタリア料理をフライパン1個でできるって書いてあったからさ、はい、すごい期待して買ったんですよ、はい、3000円もしたの、その本、はい、高いでしょ、はい、なんだけどね、結局材料がさ、フォアグラとかさ、はい、高級料理、そうなんですよ、本格的。今ですね、ネギに行こうとしたんだけど、とりあえず置いときます、ネギはね。さっきの、さっきのこのゴーヤを、美味しそう。やっぱね、こう、沖縄にね、あぶない。あぶみ、今流血騒ぎが、やめて、起きそうになりました。放送禁止になっちゃうから。実はね、このゴーヤ、結構、プリプリして美味しそうです。本当ですか？うん。私ね、料理クラブだったんですよ。小学校の時でね、はい、包丁で皮を剥くみたいなね、はい、授業があったんですけど、怖かったから一番年下の1年生の子にやってもらったんですね、はい、私料理部部長だったんだけど、はい、そしたらその子がね、包丁でね、指プシュって切っちゃって、はい、そう、リンゴの皮剥きの最中に、それ以来ちょっとね、怖くてリンゴの皮剥けないんですよ。リンゴそうそう、リンゴだけです。梨とかも全部皮むき器でやります。あー、なるほどね。そう、そんな私がゴーヤを切って、危ない切り方ですね。それで美味しそうってなかなかない。美味しい、大好きだよ。そうですか。私は今人参を切っております。で、3通り中で使います。コンコンでね、音がいいね。いいですね、ゴーヤのサクサクした音がね。アミミ、ゴーヤ食べれる？食べれますよ。お、ゴーヤ好き、緑好き。それがこう、ほら、地元の味を出すんじゃないかな。切れました。私はゴーヤ切れましたよ。さあ、さあ、火をつけます。火つけるよ。あれ？なんか早い。火つかない。火つかない。アメミ、アメミ。本当？どうしよう。ガスだね。ガスだ、ガスだ、元栓、元栓、元栓が探せ。わあ、これシステムキッチンじゃないのかな。あ、ガスの元栓って書いてある。書いてある。違う、違う、ガスの元栓。頑張って探す。わあ、なんかビリになってる。なんかビリになってる。早い、早い。もう経ちました？経ちました。まだです。まだです。今のは誤作動ですね。誤作動ですか？アラーム誤作動です。あ、あったあった。ここだ。行けた行けた。これで行けるかな？爆発したらごめんね。いやだ、やばい。え、嘘、怖い。やばい、いけ。違う。違うとこついた。嘘、違うとこついた。どこついた。場所が違う。ここここ。ついた。やったー。やったー。人類が初めて火をね、起こした時の感動ですね。蘇る。よかった。よかった。いやー、いや、これでザッて温めて、これから私はお肉を焼くんですけど、やばい、肉切り忘れてます。肉大事なところです。大事なところです。ああ、なるほど。そう、ちょっと生姜多いってます。そうしようよ、高いだから。なるほど。そんな行き当たりばったりでいいんですか。お嫁に行けないよ。お嫁に行けないかもしれない。やばい、どうしよう。さあ、油を忘れた桜先輩はね油忘れちゃいけないですね。豚バラのお肉で、お肉から油を調達しようと思います。箸、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 あれ、あ、ここだ。菜箸あった。菜箸で、あ、いいですね。いい匂いしてきましたよ。そのジュージューする音聞こえますか。一応違うんですね。いやー、おー、え、いんないの。え、なにそれ、わかんない。わかんない。とりあえずわかんない。オーブン料理だったね、これね、きっとね。それなんかさ、でもね、カントリーマームのお母さんがお家で作る料理だよね、みたい。確かに強火で行こう。強火で行こう。スイスの朝。スイスの朝。スイスの朝。お母さんのローストするこれね、これね、うん、絶対焼けないよ。本当？そんなんで焼けない？大丈夫かな？大丈夫かな？時間的に焼けない？旦那さんのお腹を壊す料理だね、それは。本当？そんなことないよ。そんなことないよ。ちょっとこれあれよ。お箸を片付け。スタジオの皆
か。このフライパンさばき。何よ。あ、いい感じにね。なんかいい匂いする。いい匂いがしてきました。どっちの匂いがいい匂いなのかわかんないけど、いい匂いする。あ、すごい。これ、さっきの豆腐もね、切ってね。すごいことになってる。あ、包丁はやってない。いやー、あ、出た。あ、なんか、あー、ダメだ。あー、ダメな気がする。わー、よくない。今、転倒しております。やばい、これは失敗するかもしれない。これはやばい。おいしい。サクラフトに負けるかもしれない。ピンチ。どうしようかな。なんかね、煙出てるよ。ちょっとやばい。煙出てるよ。どうしようかな。これどうしようかな。どうしよう。ちょっと焦げ目がついてきました。どうしよう。何するナイサー。ちょっと痛かった。アミミンがね、完全に。ほんとね、行き当たりばったりしすぎ。あ、いい感じじゃん。アミミン。なんか臭いね。そろそろね、10分経つそうですよ。頑張れ。頑張れ。やばい、いけるかな。これいけるかな。はい、お父さん購入しました。いけるかな。おいしそう。これ本当はコンビーフとか、あ、コンビーフ美味しそう。サムとか入れても美味しいんですけど、今日はね、うん、やっぱビタミン B いっぱい取ろうと思って豚肉ですか。豚肉にしました。そう、うん、なんかいい感じだよ。本当に本当本当カジになりそうな気持ち。あ、でもね、なんかちょっと焦げっぽい。大丈夫かな、これ味付けした。あはは、塩。やばい、どうぞやばい、あ、開いた。ほら、もう本当にさ、沖縄のママと呼んでほしいよ。ダメだわ、これうまくいかなかった。もう挫折してますけど。大丈夫。開いてきちゃったもん。やだ、何その料理。よくわかんない、もうどこの料理。いやー、なになになに、ちょっと、皆さん、あなた、お水ドラム水。いやね、なんかちょっと奇妙なね、食べ物が出来上がりましたけど、じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん。私のやつは人参とごぼうと生姜が巻かれた鶏肉。ウィーヒューさくら不調のゴーヤチャンプルー。これね、あのお醤油とかをね、白だししか入れてないですよね。入れてないです。お好みでね。とかじゃなくて、後でお好みで。じゃあ私彼氏役やるんで、うん、そう、食べさせてください。じゃあちょっと待って、綺麗に盛り付けさせて。はい。ちょっとお箸持ってるから。お、さあできたよーみたいな。待ってたよー。待ってたでしょ。待ってたよー。早く出してくれよ。ちょっと待って、今日はお疲れだと思うから。夏だし夏？秋だって秋だって夏だし、なんかそうめんの器に見えてきたよちょっとね、ほら、これは夏休みをね、堪能できなかったあなたに沖縄に行ってもらいたくてゴーヤチャンプルを作りました。あー、なんくるないさー。じゃあ、行きましょうね。はい、じゃあ食べてください。はい、はいはい、はい、おいしいですか。なんくるないさー、おいしいですか。おいしい、うん、おいしい。あ、ほんと。じゃあ私も食べよう。うん、うん、おいしい。でもね、なんか、うん、ちょっと薄味。うん、それはあなたの体を考えてのこと。糖尿病に負けるな。糖尿病設定なんだ、感じ。そうです、そうです。ね、アルコールばっかりね、一緒に飲んでるからっていう設定ですね。あ、そういう設定。なるほど。あ、意外に美味しい。おー、よくできましたね。じゃあちょっと、アミミンの。お、え、じゃあ私やる？これ、いきますか。これ何だっけ。これはね、私に人参とごぼうと生姜が入ってるよ。なんかよくわかんないけどね。これね、うん、あのね、ナイフとかが必要、これ。ちょ、それには早くしてね。もしもし、ここは焼かれた鳥だよ。あ、
ライフって書いてあるのにライフが入ってないの。そうか、人参ばかりだよ。いや、そういうね、指輪の良さがほら。よし、これよ、行くよ。やぞ、アミコ、行くよ。アミコ、それは何だい。これはね、うん、お肉だよ。何がわかるよ、アミコ。ほら、人参と生姜だよ。生姜って素材で食べるものかな。そうかね、ここごぼうとかも入れる、ね、じゃあ人参ね。はい、じゃあいただきます。さくらくん、あーんー、どうだい、おいしいかい。おいしいかい。うーん、あ、意外に、お、おいしい。本当、本当ような気がする。本当に、じゃあ私も食べてみよう。ね、さっきフィルターだったからね。薬の味がする。うそ。なんで、なんで？薬の味がする。どういうこと？これ何？これなんだろう。なんか切れない。ごぼうが切れない。あ、切った。なんかね。うん。いただきます。生姜ってそうやって食べるものなのっていう。うん、あの、うんうん、うん、うんうん、なんかこういう料理あるよね。あの、なんていうんだっけ、あのお肉の中にお米とか入ってるやつ、なんだろう、うん、鶏肉の中にお肉とか、分かった、豆粒とか入ってるやつなんだっけ。クリスマスチキン的な感じのやつ。あ、じゃあ近い近い、なんとかダック、北京ダック。あ、違う、あ、違う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 、何ダック、まあ、そういう感じだよ。本当、まあ、でもでもなんか悪くないよ。うん、悪くないけどね。やっぱキノコ食べて。キノコ、バラコの粉。キノコまずい。キノコまずい。キノコ一番まずかった。アミコさん、味付けしました、キノコ。キノコ味してないから。味付けてないかもしれない。味付けてないよ。私たちが作った、そう、作った。まずね、はい、ほら見て、ゴーヤチャンプルー。ゴーヤチャンプルーね。ね、あぶや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 ぶ。結構、シルアブラシルアブラ。車にかかるから大事な借り物、借り物。大事なポルシェに。危ない危ない。ポルシェじゃないし。そうそう、ゴーヤチャンプルー。これね、あのお家でちゃんと取れたゴーヤを使いました。もう夏終わっちゃったからちっちゃいゴーヤでしたわね。なるほど。今日はこれ会場のね、患者様に食べていただこうと思いまして。お、楽しみ。お納めください。はい、はい、でね、だけどね、問題の問題のね、アミコさんのね、まっついまっつい料理をね、違う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 、これは改良に改良を重ねて、うん、じゃん、おお、ちゃっちゃらん、見てください。そう、ちょっと美味しそうでしょ。ちょっと美味しそうでしょ。これが本当の本当のやりたかったやつ。これなら見たことある。そう、これをやりたかったの。でもね、10分間だったから、うん、叩き続けるのも難しかった。難しかったんだ。そうそうそう、実際ね、いっぱい叩いたから、ね、結構リアルな鳥の形してたよね。結構ね、鳥まんまだったけどね。そうそうそう、本当気持ち悪かった。本当はね、叩くとこうなる。負ける。これは美味しそう。そう、これ今日患者様に食べていただこうっていうね。はい、食べていただきます。お腹壊さないっていうかさ、あのまっついキノコは入ってませんか。入ってません。大丈夫ですか。今日は入れてきませんでした。びっくりした、あれ本当にまっつかったね。なんならね、家でみんなできるから、本当に味付けしないで。そう、味付けしないで、こう無駄に一緒にほら蒸されてたから。あ、そうか、一緒に蒸さ
で出たからか、エキスも出ちゃって全部これがまずいみたいになってる。大丈夫大丈夫これのエキスが入ることによってまずいキノコが出来上がったみたいな。一緒に蒸されてたからキノコちゃんからエキスが全部出ちゃったのよ。あ、全部出ちゃったの。そうそうそう。でキノコのエキスこっちに入っちゃった。そう。であのキノコは本当に干からびたキノコだったのね。そうそうそう。水っぽいって言ってたじゃない。そう、エキスが干からびてたの。エキスが干からびてた。味が全くよくわかんないですけどね。はい、よくわかんないことになってます。まあね、はい、いいんじゃないですか。はい、なかなかいい出来じゃないですか。今回の出来はよろしい。ありがとうございます。ということでね、後でいただきます。いやー、はい、長らく皆様にはね、そうですよ、お騒がせいたしましたが、お騒がせお騒がせいたしましたが、はい、そう、皆さんね、見てる間にもいっぱいコメントが来てるんですよ。ね、来てますよ。ちょっと読みますね。美味しそうだ、食べたい。おおーすごーい。衝撃、キノコまず来てます ね、まさかキノコがまずいなんてっていうね。さっきのね、画伯のコーナーでもツイートいただきまして、お、今のところアミミ1票、さくら不調1票です。おだからあとは今日の患者様で決めますよ。結構ね来てましたよ。あのね、焼き目をつけたら電子レンジよ、アミミンさんっていう。あ、なるほどね。主婦の方からですかね。なるほどね。そう、主婦の方から勝手に違ったらどうすんの、失礼な。料理してるだけでこんなに笑うとは、酸欠になりそう。確かに。ドッカンの数してましたね。ねあのパン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 、ね、カンカンっつって、ね、触ったね、あれね。ほんとね、近所迷惑ですよね。そう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 。さっきのね、あの、ま、ビーナスの顔戻りますが、はい、ビーナスの顔とフラミンゴの顔が同じですがって来てました。はい、え、フラミンゴと一緒？私のことかな？あ、そうだ、ほんとだ、一緒かも。シリーズものになれる。ちょっと見てみる？見てみる？のシリーズものじゃない？フラミンゴでしょ？フラミンゴさんと、まずフラミンゴでしょ？フラミンゴさんからのビーナスが、ミロのビーナスさん。あ、本当だ、ちょっと似てる。あ、あ、うん、あ、違うの、違う人種だな。人種種族が違うけど、ちょっと似てる、ね、ちょっと種族違うの。ちょっと胸の位置おかしくないですか、今更ですけど。ここでしょ、ここどこにあるの。そ、上の、上のこれ、うん、2個ついてるじゃん、ちゃんと。それおへそ違う、それお尻。あ、これお尻なの、ここに。超回転されてるんですか、ひねられてる感じですか。お尻ですね、ほら、美の象徴ですねとか言ってますよ。なるほど、そうですね。戦艦、戦う船、敵は波平ですということなるほど、船だからね。そういうことか、船さんとね。そう、すごい、あ、今日なんかいっぱいコメントいただきましたね。コメントいただいてありがとうございます。というわけでね、中二病と集中治療室は、はい、毎月第2土曜日にこのようにゆるーく痛ーくコーナーを進行しておりますので、はい、こちらですね、アットマーク CYUU2、 これは本番中ね、はい、あのコメントをどんどん入れてくだされば私たちもどんどん喋っていきますので、はい、皆さんで一緒に痛く面白くやっていきましょう、はい、ね、公式ホームページも見ていただくと。そして次回はじゃん、12月14日土曜日ですということで、12月もう年の瀬ですよ。クリスマスパーティー、年の瀬第2土曜日だから年の瀬ではないか、もう、うん、終わるなって。もうでも終わるなって、1ヶ月1回なんでね、うん、もうね、次会う時は新年でしょ、これ終わったら。そうですよ、うん、早いもんですよ。みんなでクリスマスパーティーとね、はい、年の瀬を過ごそうじゃないか。そうですね。というわけで、はい、今回は収穫祭パーティーでしたが、はい、来月はクリスマスパーティーになります。やります、よろしくお願いします。来月もお料理がね出るかもしれません。来月はなんかいろいろやりたいですね。やりたいですね、もっとやりましょうね、パーティーしましょう、はい、ね、というわけで観覧のお客様も患者様もお待ちしておりますので、はい、中二病と集中治療室はスタジオに遊びに来れます。定員10名様なのでお早めにご予約をしてください。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。またね、次回まで元気にお過ごしくださいませ。はい、寂しくなったらアーカイブを見てね、アミミのまずいキノコをみんなで見てね、笑ってね、元気になってください。はい、はい、というわけで中二病と集中治療室、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。お大事に。お大事に。